はい、本日は前回、ハンダで塞いだんですけども、やっぱりこうハンダじゃやっぱりくっつきが悪かったというか、まあ、全然ついてなかったんですね。で今回ちょっとこの万能ハンダこういうのを買いまして、あとまあフラックスもついてたんで、専用のこれでまあステンレスもいけるみたいなんで、これでちょっと穴を塞いでいってみたいと思います。でなんかガスバーナーとかで使うみたいなのになってるんですけど、マフラーがねちょっと外れなくて、でここをガスバーナーでも炙るのちょっと怖いんで、まあ、ハンダでちょっと無理からやっていこうと思います。
応こんな風に一応蓋はできたっぷりですね。ちょっと後でまた磨いていこうと思います。ハンダの時に比べたら少しはノリがいいような気はしますね。フラックスもつけたおかげかもしれません。でもやっぱりこう溶け込んだような感じはないですね。そこで磨いていきます。叩いても前よりは鳴らしていこうと思います。
ちょっとこの辺が機械が、ね、入らなくてちょっと削れなかったんですけど、まあまあこんな感じで、まあ、比較的綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。前のね、なんか家にあったハンダ付けよりはかなりしっかりとくっついてます。削っても剥がれる感じもなく、まあまあいけた、穴が埋まったんじゃないかなと思います。実際にちょっとね、エンジンにかけてみたいと思います。した感じもしっかりついてる感じなんで、まあ、これでまたしばらく様子見て、また何か不具合があったらまた他のやり方でやっていこうと思います。はい、本日のご視聴ありがとうございました。